じゃあ次、えー、人柄ネーム、ソラフィーさんから頂きました。ありがとうございます。カラちゃん、もふもふ、もふもふ。新海誠監督の最新作、君の名はを見てきました。 ネタバレになるため内容は書けませんが、映画はとても面白く、世界観に入り込んでしまい、あっという間の2時間でした。そして何より嬉しかったのが、かなちゃんがゆきちゃん先生役として出演されていたことです。びっくりして思わず声を出してしまいそうになりました。君の名はに出演されることになったう。裏話などがあったらぜひ聞きたいです。うーん君の名はそうなんですよ。新海誠監督の。あのもうほんと大ヒット 大ヒットなんだっておめでとうございます。いやー、あのー、まあその今までにの新海さん監督作品あのー、にはないぐらいその夏のいろんな映画館であのー、上映されてるので本当あのー、今まで見たことない人も。 あの、触れる機会になったんじゃないかなと思いますが、なんか結構そこから、あの、ことの葉の庭に遡って、あの、見てくれてる人とかいるみたいで、とっても嬉しいなと思って。あのー、君の名は、に、そう、あの、呼んでいただくっていうことは結構前から言われてて、そう。で、でも、なんだ、ゆきちゃん先生役とは聞いてなかった。そう。 なので、あの、こういう形で出られると、すごく嬉しいなと思います。まあ、ネタバレになるので、あの、そう、何も言いませんが、とりあえず、ことの葉の庭は、見て。<laughs> 見てから見ると、よりいいから。うん。まあ、別に君の名は見てから、ことの葉の庭見てもいいけど、うん。 で、またね、あのー、深海さん,かん監督の作品あ、音楽も素晴らしくてさ、ラットインプス、私、もう学生時代、ほんとど真ん中だったんですよね。そう、なので、来たーと思って、あのー、その作品、えっ、ー、と、楽曲作りも深海さん一緒にやられてたみたいで、 あの作品とのシンクロがすごいです。なのでぜひ、えー、皆さん音楽とかも注目して、えー、まだやってますからね。はい、見てみてくださいませ。